トロニスクです。トロニザー君、やっと最高だよ。やってやれるよ。まあね、早いのにそう、何やのトーナメントだよね。運ないんですけど、勝てるか負けるかどうかは、いいんじゃないかわからない。楽しみやね、もう。あの人は偉い日だよ。トミザー君、これ楽しみだよ。トミザー君、あの日さ、めちゃめちゃ効いた。めちゃめちゃね。分かるな、トミザー君は。覚えてるな。続いて、トヨタレースでございます。はい、なんかね、やっと楽しみになってきました。トロマスキ君とやるのね。正直、今回はね、あんまやる気なかったんでね、トロマスキ君と。さっき、あのネット向かって会うのは、全然正直やりたくて、3ヶ月程度のトレーニングで、これ勝てると思ってるのがもう、あのちょっと勘違いしてるんじゃないかなと思ってたんだけど、でもまあ、いいプラスしてくれたから、ちょっとやっと楽しみになってきたなと思ってます。それで、まあ、ブレイキングダウンって、まあ、喧嘩だったりとか、手を出したりとか、そういうことでもちろん数字取ってるのもあるし、それが本当のやっぱ格闘技よりも数字を取ってるっていうのはもちろんあるんだけど、サンプがあるのはもちろんすごいいいことなんだけど、俺がやってるのは格闘技だから、まあ喧嘩がね、確かに格闘技よりも数字を持ってるかもしれないんだけど、俺はそれを超えないと思ってるし、俺がここで見せたいと思ってるのも喧嘩を超える、そういう格闘技なので、どの試合よりも一番見てほしいなと思ってます。あと、一個提案なんですけど、まあ、僕が勝ったら大丈夫です。まあ、みくるさんと上の皆さんでちょっと検討していただきたいんですけど、僕が勝ったら、トーナメントの並びをちょっと変えてもらいたいなと思って。ねえ、あつき君。賛成、俺も賛成。俺と一緒でやろうよ。俺もそれ賛成。ねえ。まあ、このトーナメントね、勝ち上がるの絶対富澤さんの当たるのが分かってるから1回戦でもどうでもいいんだけど、あの視聴者の皆さんのね、そういうの声が大きいと思うから、やっぱ入れるのメインで小倉富澤さんのやったら1万円だと思うんですけど、興味ないこれは、おい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 正直興味ない1年もそういうの勝手に話進めんだ、知ったボケは俺とベルトを取るのはちょっと役者力なんだなと思ってるんだね。いや、決勝さ、やろう。全問制、俺のメントですもちろん、3番だっけ、なんだっけ、カズキングの勝者と、まあ、次はやりたいなと思って、カズキング、お手当てないですか。もう、前回やばいなんだけどね、まあ、まあ、待ってるって言ってるから、強くなった俺は。今回ね、また、前回以上に合わせるから、な。待って、待って、今の話ないお前も、前回の違うのがあったよな、たぶん、なんて、なんて、なんて、まだやっても全然分かってんだろ、勝手話すべきじゃないよ、俺は勝ってみろ、俺、な、分かんしよお前、そんな俺なら恥ずかしいよ、おい、やってみろ、おな、楽しみに待ってるよミスで取るからね、俺はトーナメント。誰してるはずねえから。以上です。